お疲れ様です。250番です。今日はですね、とある駅に、人と待ち合わせしてるんですけど、早速向かいたいと思います。本日は、入れ墨インタビューという感じでゲストの方ご紹介します。お願いします。どうもこんにちは。俺とやらせるの山岡です。俺とやらせるお願いします。お願いします。結構目立ってますよね。まあそうですね、一応オーディションでは目立ったんですけど、あそこのインパクトが強すぎて、はい、はい、本戦とかでは目立てずって感じなんですけど。いや俺結構好きなんですよね、キャラが。あ、本当ですか。はい、そうですね。そう、いろいろなんかやっぱシラフさんとからも言ってくれて、そうやって250番さんに投げてもらったんで、はい、そこは嬉しかったですね。とんでもないです。こちらこそこんなチャンネルに出てもらってありがとうございます。うん、ちなみにシラフさんは、はい、待ち合わせの日を、はい、明日だと思ってるよ。ダメですね。会いたいって言ってるのにダメですね、シラフさん。ダメですね。ダメです、はい、ちょっと来てくださいよ、シラフさん。はい、今度じゃあ、ね、シラフさんも連れて、はい、戦ってもいいし、自分で。あ、シラフさんと。あ、戦ってもいいっすね。あ、なるほどなるほど。シラフさん結構強いんじゃないですか、はい、プロで。ですよね。練習なんか結構ボクシングとかしてた、うん、割と強いと思います。で僕、はい、あの天下一武道会っていう、はい、しょうもない格闘技イベントを、はい、今開催してるんですけど、はい、よかったらどうですか。僕はもう全然ぜひ出ます。あ、本当ですか。はい、出させてください。もうやりますよ。ありがとうございます。出るしも相手が誰であろうが、はい、やります。あ、本当ですか、はい、ルールはもうどんな感じなんですか。あ、その試合によってなんですよ、はい、MMA もあれば、はい、もうちょっと喧嘩っぽいのもあるし、はい、まあ、女の子だったらなんか女の子も来ると思うんですけど、はい、その殴り合いとかじゃなくてなんか、はい、なんたら対決とかまだ決めてないですけど、そういう感じで分けてます。全然じゃあお願いします。キックルールとかもお願いします。やります。全然もうじゃあ僕とやりたいって人いればちょっと、はい、ぜひお願いします。格闘技を始めたのは何でなんですか。東京に上京してきて、はい、何もなんか別に目標も なかったんですけど、はい、それでなんかどうしようかなって思ってた時にジムを見てたら家の近くとかにジムがあって、うん、それでああじゃあちょっと格闘技始めてみようかってなって始めました。ああ、そういうことなんですね、はい、え、あれですよね、確か家が愛媛とかそっちの方で。愛媛です、愛媛です。で、今は漁師じゃないですよね。今漁師じゃないですね。もともと漁師の家系みたいな感じなんでしょ。親戚とかが漁師だったんです。はあ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 。それでその身内が漁師でお世話になってた感じですね。うん、中学校卒業して、うん、なんかあの動画見たらそのおじいちゃんの影響でそうこういう入れ墨ですかね。そうですね、入れたということだったんですけど、すじゃあ今日は山岡くんの入れ墨の意味についてインタビューさせてもらっていいですか、ね、ああ全然大丈夫です。はい、じゃあちょっと脱いでください。ああ、わかりました。なんか服かわいいっすね、それ。ありがとうございます。おお、いや結構びっちり入ってますね、この竜は、はい、これは色、これからですか。これからですね。今、はい、手彫りの渋谷の先生に彫っててもらって手彫りで進めてます。あ、手彫りってまだあるんですね。そうですね、今のところ全部手彫りなんで、はい、上は。で、ここは昔、はい、なんか掘ってたいたずら彫りをもう潰してみたいな感じです、ね、真っ黒で潰しちゃってるんでここだけ黒くなっちゃって、あとはもう手彫りです、うんうんうん、まあ水物が多いんですけど全部あの、あ、これ濃いですか。はい、漁師してたんで水物を体に入れ て、はい、背中とかもう濃いが、いや、かっこいいですね。結構濃いだらけなんですけど、濃い濃い竜はもう先輩とかの影響ですね、うん、その漁師のみんな竜入れてて、ああそうなんですか。はい、かっこいいなと思って、めちゃくちゃかっこいいなと思って入れて、もう全然思い入れとかはないっすそれ、はい、それいや竜に思い入れはないっすね。もう普通にうわめっちゃかっこいいってなって自己満で入れた感じです。確かあの純子さんの、はい、ウリタ夫婦のチャンネルで見た時に、そうそうそう、意味は別にないんですよみたいな。そうそうそう、マジで本当に思い入れなくてとかで、まあ堀市に頼んだ時に、はい、じゃあ漁師してるんだったら水物入れようってなって、うん、あ、じゃあ来いってなって、あ、じゃあそれでお願いしますみたいな感じだったんでそう、人任せってこと。そうそうそう、本当にウリタさんが言った通りもう
なんか全然意味もなく、なんか、うん、そういう思いもあんまなくて、そのまま任しちゃった感じですよ。なるほど、これ、はい、あれですよね、背景を先に、はい、潰して潰してってことですよね。そうですね、額で潰してって。で、今なんか今ちょうど最近入れ始めたのがあって、はい、これなんですね。これは最近入れ始めて、あ、かっこいいですね、はい、これはあの濡れ女って、これなんか四国の妖怪らしくて、はい、これは結構なんかその、うん、ブレイキングダウンとか出場して、うん、なんか思い、なんかやっぱ地元に思い入れがあったんで、はい、それでちょっと地元の妖怪とか入れてみようと思って入れました。あ、そうなんですか。これはあれですか、蛇が女の人に化けるみたいな、化けて、それでまあ瀬戸内海とかにいたなんか人を食う、うん、妖怪みたいな感じ、うんうんうん、それが地元だったの、ちょうど地元の瀬戸内海の妖怪っていうんで入れましたね、はい、それは結構それ思い入れなのか分かんないですけど、あ、それが唯一意味があるってことですか。意味があるんですね。こんだけあって、はい、意味があるのはこれだけです。意味あるのこれだけです。これ今入れてるやつだけです。こんなに面積があるのに、はい、背中もなんか、はい、確か大臣さんかなんかにやってもらったんですよね。あ、そうですね、この首ですね、はい、首はこれもまた思いつきで、大阪歩いてて、はい、雨村でしたっけね、雨村歩いてて、はい、なんかブラジル人が外でなんかやってたんですよ、正直、はいはいはい、それの時にあの30分ぐらい入れてもらったんです。あ、そうなの。はい、そうそう、全然だからこれ30分、そうそう、思い入れがない、もうノリだったんで、友達とかいて、友達とかも待たして、はい、3、4人ぐらいいて、3、4人も待ってもらって、ちょっと俺入れてもらうわって言って入れてもらったんです。それが何の雨村って俺全然言葉も見てなくて、全然それでなんか、え？みたいな、お前仏教な、みたいな、よく言われるんですけど、うん、いやいや俺あのこれノリで入れてもらったんですよねって、ブラジル人にしかも、はいはいはい、いや、いいんじゃないですか、戦ってるわけじゃないですか。そうです、だから相手をぶっ飛ばして、はい、生身だぶつってそれ使いますね。それ次から使う。セカなんか合わせて、そうっすよね。決め台詞にします、マジで。全部それ250番チャンネルさんが教えてくれたんだ。よかったら使ってください、はい、背中はちょっともう一回、はい、かなり綺麗なんで撮らせてもらっていいですか。いやこれかっこいいっすね。背中は言われるっすよね、額もびっくりしてる。これあれじゃないですか、こういう和彫りが好きな女の子、はい、結構いやかっこいいみたいにならないですか。それがですね、はい、これ僕多分初めて言うんですけど、チャンネルで俺彼女いて、はい、あー本当っすか、はい、彼女いて、はい、彼女めちゃくちゃ真面目な子なんですよ、うん、で普通に勉強とかもしてて、もう普通のめっちゃ真面目なエリートの子で、うん、なのでめちゃくちゃ言われてます、入れ墨のことは。もうこれ以上入れないでくれ、やめてよって。そうそうそう、で入れ墨もやっぱ暑いんで半袖で歩くじゃないですか、ここ、はいはい、でなんか偏見なめでやっぱ見られるじゃないですか、はいはいはい、だからなんかなんか見られてないみたいなこといつも気にしてるんで、いや気にしなくてもいいだろうと、うんうん、別にって思うけど、まあ通行人ですからね。そう その時しか会わないわけですからね。そうそうそう、はい、彼女はめちゃくちゃ気にするんですよ、ね、はあ、ははあ、まあでもそれだけ真面目っていうことなんじゃないですか。そうですね。なのに全く真逆な彼女がいるんですけどまあでも別に入れ墨入れててもまともな人もいるし。そうですよね。別に山岡君も反社ってわけじゃないじゃないですか、格闘技も頑張ってて、はいはい、だからまあ何かに打ち込んで何かを成し遂げて、もう彼女さんにも何も言わせないように。そうなんですね、そこまでできてるということじゃないですかね、はい、まだあの言われてばっかりなんで、ブレイキングダウンも出るなとめちゃくちゃ言われてるんで、はい、なんですか。なんかもう出るなって言われてます、はい、もうあのオーディションとかで目立つのはいいけど、はいはい、その後のことを考えろみたいなことめちゃくちゃ言われます、はいはい、後先のことを考えろバカなんだからお前はって。でもまともでよかったじゃないですか。まあまあそうですね、彼女がまともじゃなければ多分やばかったっすね、うん、もっとやばかったっすね、うん、ああそうなんだ、はい、それは知らなかったな、彼女がいたわけですね、はい、全然言ってなかったもんね、うん、みんななんかあの結構あの伊原くんの動画とかでファン食ってるとか言われて、ああ言われてましたね、はい、あれも結構そうっすね、怒られました。あれはちょっと彼女いたら言われちゃうじゃないですか。いやめちゃくちゃ言われましたよ、うん、勘ぐられますよね、勘ぐられて、うん、最悪でしたね最悪な動画でした確かに、はい、これどういう意味なんですか、このこれですか、はい、この林大っていう人の名前は、はい、俺の、その尊敬してた人の先輩の名前なんですけど、はい、
マジで何も本当に思い入れもないです。これも千葉の両親の時にかっこいいなと思って両親のこの先輩の人の名前出ただけ。ああそうなんですか。そう船に乗ってた、はい、あの舵取ってる人の名前です。なるほど。巷では久保博海っていう名前を入れてる人いるんですけど、はい、知ってますか。え、わかんない。あ、わかんないですか。わかんないだったら大丈夫です。わかんないです。わかんないです。大丈夫なんですか。わかんなくて。あ、大丈夫ですよ。わかんない方がいいこともあり。あ、わかりました。はい。ありがとうございます。じゃあ、服着ていただいて。ちょっとこれかっこいいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。インタビューさせていただきました。まあ、誰か、そうですね、はい。ちょっと俺と戦い合っていれば、待ってるんで。全然250番さんに連絡するなりしてもらったら、はい、マッチメイク組んでくれると思うんで。はい、わかりました。山岡くんが格闘技イベントに出てくれということなんで、出ます。戦いたい方がいたら僕のツイッターかインスタまで DM をお願いいたします。お願いします。今日はどうもありがとうございました。